ヘイバーヒル奇襲は、安女王戦争中の千七百八年八月二十九日に起こった戦闘である。ヌーベル・フランス、アルゴン・金属アベナ貴族の兵が、ジャンバティスト・エル・テドルービーユの、揮したマサチューセッツ湾直轄植民地のヘイバーヒル、そして、辺境地帯の小さな集落を襲撃したもので、この奇襲によりヘイバーヒルの住民十六人が殺され、十四人から二十四人が、 捕虜にされた。襲撃の五民兵の一団が素早く彼らを追って、小競り合いとなり、フランスとインディアン連合軍の9人が戦死し、捕虜の何人かが逃走した。奇襲隊の元々の標的は、ヘーバーヒルではなかった。ヌーベルフランス当局は、ピスカタクア川に沿った集落にもっと大規模なインディアン部隊を送り込み、一連の軍事行動を起こす計画を立てていた。しかし、 一部のインディアンがマサチューセッツへの遠征に乗り気でなく、ヌーベルフランスは目標の範囲を狭め、より狙いやすい地域を選ぶしか方法がなくなった。1708年の時点では、イギリス領植民地がヌーベルフランスからの襲撃を警戒するよう命じられていたため、1704年にやはりマサチューセッツのディアフィールドで行われた奇襲よりも、こちらの方が経費がかかった。 ヘイバーヒル氏が生きたアメリカのイギリス植民地におけるスペイン継承戦争である安城戦争が1702年に勃発し、これによってすでに緊張状態にあったイギリス領のニューイングランドとアカディア、そしてカナダの植民地を含むヌーベルフランスとの境界争いが激しくなった。ヌーベルフランスの防御に携わる海兵隊の士官たちは、 インディアン部隊を連れてセントローレンス川の南からニューイングランド北部の辺境地帯をたびたび回っていた。そのニューイングランド北部には当時複数の小さな集落があった。この戦争の期間中に最も効果を上げまた最も規模が大きかった襲撃は1704年2月のディアフィールド奇襲だった。この奇襲は約250人の部隊が ジャンバティストエルテド・ルービーユに引きられており、その多くはインディアンだった。ルービーユの奇襲隊は多くのディアフィールドの人々を殺し、また補修してカナダに連行した。この過酷な連行でたくさんの捕虜が死んだ。その後、生き延びた捕虜はインディアンの集落に引き取られた。マサチューセッツ当局はこの奇襲を受けて国境を民兵に守らせ、報復として アカディア襲撃に踏み切った。マサチューセッツのヘイバーヒルも、やはり1704年に小規模の襲撃を受けていたが、1708年に、ヌーベルフランス総督のフィリップ・ドリゴー・ボードル・イユが、起こしたこの奇襲のような、野心に満ちたものではなかった。アカディアのポート・ロワイアル包囲戦の後、ボードル・イユは、フランス海軍大臣のポンシャル・トラン博・ハク、ローム・フェリポーに、ニューイングランド植民地に、 十分な圧力をかけられなかったことを批判された。ボードルイはまた、フランスの影響下にあるインディアンのニューヨーク植民地との無許可貿易が増加する傾向にあり、それがヌーベルフランスの経済を逼迫することを懸念していた。こういった理由から、ボードルイはニューイングランドに1704年のものよりももっと大掛かりな奇襲を行うことを決意した。 ピスカタクア川ボードルイユの計画は、ピスカタクア川流域のニューハンプシャーの町を400人もの兵を集めて攻撃するというものであった。この大規模な部隊内での、そして奇襲の対象となる町からの秘密保持のために、奇襲隊はセントローレンスからウィニペサウケコに沿って何箇所かに分散し、ウィニペサウケコでアベナ貴族やペナコック族の部隊と合流するようにした。 ヌーベルフランスの主力部隊は、約100人で、民兵や海兵隊員から構成され、ルービーユの指揮の下トロワリビエールを立った。この中には、ディアフィールドの奇襲を経験した者が多く、アベナキ族とニッピシング族が同行していた。カネサタケから来たイロコイ族220人部隊は、レネブーシェド・ラペリエールの指揮の下ケベックの近くから来るであろう、ヒューロン族、 アベナキとモントリオールを出発する予定だった。ウィニペサ受けコ大掛かりな遠征が計画されているという知らせがインディアンの交易者によってオールバニに届き、さらにボストンへと届いた。この遠征の目標が何であるのかわからなかったため、具体的な防御の準備はほとんどなされなかった。植民地の民兵がこの知らせを受けて40人ばかりヘイバーヒルへ派遣された。 遠征の構成員たちは7月の半ばにセントローレンス川を出発した。ケベックの部隊がサンフランソワ川を登っていた時、事故でヒューロンの兵が一人死んだ。このことは多くのインディアンに不吉の前兆と移り、ヒューロン族の兵たちは戻っていった。モントリオールから来たイルコイ族の中で何人かの兵がシャンプランコを経由して旅をしている時に病気になり、 後の色濃い兵たちが遠征を続けるのを拒否した。当時これは戦闘を避けるための色濃い族の策略だと考えられた。ボードルイユはこれが策略であること、そしてオールバニのイギリス系住民からイギリスとの戦争に参加しないために遠征を意に放棄するやり方を選んだというのは事実であると信じていた。インディアンたちの撤退により遠征が滞ったものの、ボードルイユは たとえもう援軍がなかったとしても、ルービーユに前進を続けるよう命令した。ルービーユ率いる奇襲隊がウィニペサウケコに着いたとき、ルービーは東部出身のインディアンが遠征に参加したがっていないことに気づいた。その後ルービーユは160人部隊で出発した。このため、守りの手薄な場所を攻撃するしか方法がなくなっていた。何年もの間、 ヘイバーヒルは奇襲の目的地候補だった。この集落は1704年の奇襲と9年戦争の初期の奇襲で構造はすでによくわかっていた。民家が25軒から30軒と特に大きくもなく位置的にも防御ができているとは言いがたく防備を強化しているのはほんの何軒かに過ぎなかった。住民に警戒されないうちに 奇襲隊はこの集落を何度も素早く出入りした。集落の外に出た奇襲隊は8月29日の日曜日に奇襲することを決め準備を始めた。当時ヘイバーヒルの近くに住んでおり流浪のみであったアベナ貴族軍の主張エスカムビュイトは奇襲の噂を聞きつけ遠征の途中のある地点から参加した。この時ヘイバーヒルの防御に関しての責任は二分されていた。 この地の民兵は、サイモン・ウェインライトの指揮下にあり、このウェインライトの家からは、集落全体が見渡せた。植民地部隊の3つの小さな駐屯隊が、補足部隊として駐屯隊しており、全面的な指揮権は、少佐のターナーにあった。ジャンバティスト・エルテド・ルービー・ユキ州隊は、民兵からなる集落外の駐屯隊からこっそり、逃れたが、夜明け前のわずかな光の中、最初に、 彼らを見つけたのはヘイバーヒルの住民だった。その住民は銃を発砲して警報を発し村の方へ走っていった。フランスとインディアンの連合軍は騒々しく物音を立てながら後を追った。奇襲隊が集落の民家を襲うと同時にこの警告が全体に行き渡った。一部の駐屯隊はこの地区の牧師館にいたが牧師のベンジャミンドルフは 奇襲隊を入れないように玄関の缶抜きを刺していた。奇襲隊は玄関に発砲し、さらにドアを叩き壊した。ドルフは、この銃撃が元で負傷した。それから、フランスとインディアンの連合軍は、ドルフと妻、幼い子を虐殺し、恐怖で身動きできず慈悲を求める民兵たちをも殺した。ある民家では、開いた窓から赤ん坊が外に投げ捨てられたが、無事であった。 多くの住民が地下の穴らへと逃げ込んでいた。この穴らの隠し度は奇襲隊に見つかっていなかったのである。民兵の指揮官であるウェインライトは防備強化の準備をしていた時、奇襲隊の銃撃が家のドアを貫き、そのまに当たって即死した。襲撃と略奪が続く中、民兵の中隊が近づく物音が聞こえ、奇襲隊は礼拝堂に火をつけ、 民家から強奪した捕虜や略奪品と共に姿を消した。隣接した集落から援軍が来ており小佐ターナーの指揮下に召集された。ヘイバーヒルの民兵のある部隊は集落から数マイルのところに奇襲隊の軍用合理が置いてあるのを見つけ、そのうちいくつかを持って帰った。サミュエルエイアーの中隊は20人ほどで退却中の奇襲隊を追跡した。最終的に 民兵の援軍により補強されたエイヤー隊は動きが取れなくなった奇襲隊と一戦交えた。後衛部隊の激しい攻撃により、奇襲隊は民兵を撃退し、エイヤーを殺したが、奇襲隊側もルビーユの兄弟を含む9人が戦死し、18人が負傷した。この小競り合いのため、奇襲隊は捕虜と略奪品の一部を放棄して逃げていった。この襲撃でヘイバーヒルでは、 小ゼリアイの結果戻った人数を含め30人から40人の死者と捕虜を出した。奇襲隊へのカナダへの帰路は困難なものだった。捕虜の一人、ジョセフ・バートレットによると、氷を置き去りにしたことで食料が乏しくなり、ある日は食用に鷹を捕まえて15人でそれを分け合った。その時のバートレットの取り分は頭の部分で4日ぶりに一番量の多い食事に、 ありつけた。バートレットは、インディアンと共に、4年間捕虜の生活を送った。フランス兵の何人かは、食料のない旅をあえて選ぶよりは、マサチューセッツ当局に降伏する方を選んだ。この奇襲に関するフランス側の証言は、かなり数字が誇張されており、数百人が殺され、奇襲後の小ゼリアイには、イギリス系住民が200人もいたなどとあった。この襲撃は、 前回のディアフィールドの時よりもフランス側の経費は高くついた。マサチューセッツの民兵が以前に比べて奇襲への準備を整えていたためだった。また、フランス側は前回よりも高い割合で死傷者を出していた。ヘイバーヒル襲撃は安城戦争中にフランスがマサチューセッツに仕掛けたものの中では最後の大規模なものだった。辺境への小規模なものはいくつかあった。 また、1712年に、当時マサチューセッツ領だったウェルズへ大軍勢が攻撃を仕掛けたこともあった。他に1710年のポートロアイアルの戦いが行われ、これで勝利したイギリスは、1711年に海兵隊員を含めたケベック遠征を行ったが、セントローレンス川川口で輸送艦が座礁し、大勢の犠牲者を出したため、これは中断された。 ありがとうございます。